ラインに乗っていわゆる出世しようと思われるからさ、と実装寺さんっていうともなんかうわセブンみたいなこう、あそうだね、うわリーチ中だって感じなんですか。いやそんなことはないけど。さまざまな業種の方をお呼びし、エモなお話を伺うリブライフ。それでは本日のゲストをご紹介させてください。テレビが一番面白かった頃の一人を確実に背負っていた方の一人だと思います。探偵物語、プロハンター、火曜サスペンスなど伝説のテレビドラマをプロデュース。波の盆では異色の実相寺昭雄監督を起用し、見事文化庁芸術賞を受賞されました。この方をお呼びできる喜びはどんな映画賞も叶いません。伝説のプロデューサー山口剛さんです。どうぞよろしくお願いします。なんだセントブウーマンで、うん、なんだアルパチーノが、うん、ジャック・ダニエルとの付き合いが長いんで、うん、ジョン・ダニエルと呼んでるって言ってましたけど、僕もお付き合い長いんでゴーさんと呼ばせていただいてるんですけど、はい、本来は剛さんなんですよね。そうなんです。山口剛さん、はい、愛媛県出身なんですね。いや僕ね親父がね役人で地方を転々としたので、早稲田大学入学後、うんうん、早稲田ミステリークラブの創設に加わり、うん、卒業後日本テレビに入社。そうそうそう。火曜、夜9時枠のドラマを一括して、うん、手掛け、うん、伝説のドラマ作品を多く輩出されたというのが郷さんの経歴だったりします。でも お父さんご両親は役人でらしたんですよね。 そうだ。それがまたヤクザな世界によく入りましたね。いやでもねまあ僕親父はなんか親父見てて役人は嫌だなと思ったな。逆にですか、うん、はい。これから4回にわたってお話をお伺いしていきます。はいはい。今日は木の会ということで、はい、喜びをテーマで、はい、お話を伺っていきます。はいはい。本読んでお酒飲んでこれだな。映画もね、だから映画館最近行けないからほら、はい、オンラインのスクリーニングとかネット配信見てるよ。去年僕一番面白かったのはペドロ・アルモドバルだよ。僕この間あれ見たんですよ。ダニエルってご存知ですか。主演が2人なんですけど、うん、1人がアーノルド・シュワルツェネッガーの息子なんですよ。ああ、うん、でもう1人が、うんうん、スーザン・サランドンの息子なんですよ、うんうん、それちょっと気になったけど見てない。これ言い過ぎっていう人もいるかもしれないですけど、うん、太陽がいっぱい思い出しました。アランド、はい、うん、それぐらいも悪役なんですけど、うん、すっごく魅力的なんです。いいね。お父ちゃんより全然、うんうん、僕今劇場行きたいのあれみたいのノマド。コーエン兄弟僕好きな時と嫌いな時は激しくあるんですよね。ほらおばさん俳優なんとかマクドー、そうそうマクドーをやるか、ね、ああいうなんか要するになんだろうこういうこと言ったら怒られちゃうけどいわゆる美形だけじゃないよね。はい、そうなんですよね。ちゃんと主演させんだもんね。はい、そこですよね。あれ面白かったね、スリービルボード。面白かったんですけど、僕苦手でもあるんですよ、あれ系。なんで？なんかこう、結局あれミステリーの話じゃないじゃないですか。そうそうそう。だからそのミステリーの皮をかぶった人間ドラマって意外と僕ちょっと苦手だったりするんですよね。あんまり謎解きであらなきゃいけないっていう感じは持ってないね。ああむしろ人間ドラマに近い方がなんかミステリーとしても上出来じゃねえかなと思うものあるよ。まあその 僕的にはそのバランスなんだとも思うんですけど、ね、ああそうだね。それがなんかいきなりドラマに振りすぎちゃうとなんかちょっともうちょっとミステリー見せてよっていう。だからツインピークスとか僕ちょうどいいんですよ、うん、それと最近さ昔のようになんかミステリーって必ずほら布石を置いてたら積み上げてるじゃない、はい、そういう作業をする映画ってねなくなったね。あードーンと見せてじわじわほら伏線を通して謎を解いていくってことですよ、うん、確かに逆にななんだ分かりやすさを求めすぎてるところもあるのかなと思うんですけど、ね、分かりやすさといわゆるショック度みたいな。意外と僕あれなんですよユージュアルサスペクト意外と苦手なんですよ。ああ。なんかあそこまで行っちゃうとなんかこう爽快すぎちゃって。ああそうだね。なんか残んなくなっちゃうんですよね、うん、意外と。ハネケをもう少し分かりやすくするぐらいがちょうど良かったりするんですよ。ハネケはしかしかなり文芸。まあ文芸でもミステリー色強いですよ。あるよね。うん、
話進めなきゃいけないですね。ということで、もう喜ばしいことっていうと、要するにラインに乗っていわゆる粛清しようと思われるきゃさ、割合好きなことができたんですよ。大きな声で言ったやつが勝ちみたいなとこあったし。ゴーさんを嫌いな人って僕会ったことないし。そうかな。やっぱり絶対いるんですよね。外面がいいんだよ。それはだから欠点とも言われたことあるけどね。我々共通の名前言えないですけど、うん、あの、うんクズみたいな人も、うん、あの人ですらね、ゴーさん、ふどいゴーさん来てるの、ゴーさんっていやそんなことないよ。もうみんなから愛された。要するにものすごい映画好きで、ほらそういう人と実際に現場で仕事を頼みに行けるわけよ。これが嬉しかったね。だからあのいわゆるプロデューサーだけど、ほら誰かに仕事を発注するとってなくてさ、過去見た映画を作った人に会えるだけで嬉しくてさ、日活だと野村隆さんとか、うん、長谷部安心、富本宗吉さんとか、あと僕らの同じ世代とだと例えば立正寺役夫さんとかさ、ああいう人はやっぱりすごい出会いだと思った。僕らからすると実相寺さんっていうと、もうなんかうわセブンみたいな、こう、ああそうだね、なんかおおっていう感じですけど、うん、でもね、とんでもない映像を撮るしさ、はい、発想がまあすごいし、もう実相寺さんのあのもうなんか夢なんだか現実なんだか何だかさっぱり分かんないですけど、僕も大好きだから世界観だから、いやあれ彼でやった火曜サスペンスなんて本当にもう変な映画。龍智秀さんとは波の番本前は波の番です。いや初めてです。初めて。一応龍智秀さんなんかやっぱ戦前からやられてますもんね。もちろんお会いした時どうだったんですか。あ、龍智秀だって感じなんですか。いやそんなことはないけどでもほら僕らお付き合い方でね、龍智秀をみんな見てるし、やっぱりそうですよね、まあ、初めて会えるのは鎌倉まで一番最初お会いに行ったわけですよ、はい、毎日車でお迎えに行くと言ったら結構ですって言うんですよね、日活の撮影場までなんだけど、調布のだったかな、そこまでは僕は電車で行きますから、そこまで迎えに来てくださいって言うんですよ、うん、電車通勤すごい方ですよ。でも龍智秀さんって30代からおじいちゃん役でしたよね。そうなんですよね。ありがとうございました。じゃあ次回は、はい、喜怒哀楽の2つ目、はい、あまさになんか郷さんのテーマな気もするんですけど、はい、度についてお伺いします、はい、いいですね。プライドの持てる仕事もリブライフ